はいどうも、あなちゃんです。今日はですね、アボカド食べます。アボカドを食べますよね。よいしょよいしょ。アボカドの正しいさばき方を教わってきましたね。教わってきたからできるとは限らないね。にょ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 っと真ん中に包丁を入れまして、あ、でもこれさ、一周さ綺麗に、なんとなくこれずれてるよね。ずれてるけど、なんとかいたかな。よし、いいよ、よし。で、包丁にのかかとでこの種はですね、ういっ、いいよ、にょ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 、と種を取りまして、やったね。あ、面白くないですね、すいません。はい、はい、そしたら、こちら皮を持って、ちゃっちゃっちゃっちゃ、お、これ柔らかいよ、このアボカドね。私ね、アナちゃん好き嫌い全くないけど、アボカドはね、最初に食べた時に、あれ小学4年生ぐらいだったかな、どんなものか知らされて食べなかったのね。こういうものだって知らされないで口に入れた瞬間に、これウリが腐ってると思ってベーって吐き出してしまって、それ以来ね、しばらくアボカドは苦手だったけど、こういうもんなんだって分かってからは食べるようになった、さあてー、さあ、切れ目を入れて、おにょにょ、おにょにょ、おにょにょ、あ、にょ、にょ、にょ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 、ああ、そっか、よいしょ、こんなんで出ましたか。はい、アボカド、おいしそうね。でもこれね、このままうにょって出さないで、ポン酢とかをこうやって中にね入れてしまって、こうやってスプーンですくって食べるのもおすすめって聞きました。確かにマンゴーとかこうやって食べたりもするよね。って言ってるそばからポン酢がこぼれてんだけど。いただきます。あー、はい、おいしいけど、ポン酢だらけ。まあ、ネバネバ食材はね、健康にもいいし、おすすめです。チャンネル登録もよろしく。